県は今日新たに二百二十九人の陽性が確認されたと発表しました。現在二百六十八人が入院していて、病床使用率は四十五点七パーセント。七人が重症です。また新たに基礎疾患があり、医療機関に入院していた。七十代から八十代の三人が亡くなったということです。先週県内では。 前の週より4500人余り減っていて1週間の感染者数としてはことし初めて1万人を下回りました。